スマートフォンのカメラを使って、新型コロナウイルスの感染の予兆を検知しようというアプリが開発されました。こうして自撮りをすることで、自分の心拍数など健康状態がわかります。ソンポホールディングスがイスラエルのベンチャー企業と共同開発したこのアプリは、スマートフォンで顔を撮影すると、心拍数や呼吸数のほか、血液中の酸素量を示す SPO2 酸素飽和度が分かります酸素飽和度は96%以上が標準値とされ値が低いと新型コロナへの感染の可能性も疑われます現在サンリオピューロランドが従業員を対象に試験的に導入しています